だるまです。はい、今回は、近畿の5区30の5区の、エクストラステージアラヤの、初見ですね。もうついさっきなんか来る気がするなと思ってちょっと周回してたんですけど、まあ、そしたら、まあ、2、3回くらい来るなって思ってから2、3回ぐらいできて、あ、やっぱ人間の勘ってすごいんだなって思って、まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、できるだけね、自分はアラヤのその情報、クエスト情報をできるだけ見ないようにして、まあ初見のねリアクション取りたくて、まあなんでもうほぼ一応ほぼ初見です。ただクエスト構成とかはどうしてもあのツイッターに流れてきちゃったりとかしてて、まあ多少知ってるっていうのはあるんですけど、あとあれですね、あのなんかビットン倒すと防ギャップするとかそういうのは、ちょっと知っちゃってるんですけど、まあ本当それ以外はほぼなんかどれがどの攻撃でとかどれが即死でっていうのは分からない状態で挑みました。で、まあ1捨てなんですけど、まあここもなんか多分これ真ん中が多分即死なんですよこれで、自分ここですごい焦ってて、これミスったら多分はまれないんで、すごい角度、今これ 4P すごい、角度を見ながらね、引っ張ってるところでございます。これはまあおそらく1手目横軸で、左に入りで2手目縦軸で上に入るのがいいのかな、右の上に入るのが一番いいのかなと思います。はい、まあ、これ4点目まで逃げないと相当きついと思います。で、HP はこれたまたまひよこで あそこに上にいて、でなんかおお乗ってる、これちょうど戻れるなと思って、縦で引っ張って、アビロザクを、ね、倒す。これちょっと攻撃食らってないんで分かんないんですけど、多分、左側がアビロですね。で右側の攻撃が普通に多分なんか毎ターンなんか攻撃してくるとかそういう感じだと思います。で、ここのドーマンは、友情でしたね。友情で倒すっていう感じなんですけど、はい、あ、これも事前情報をね見てしまって、知っちゃってる感じです。なんでこんな感じで引っ張ってます。はい、でこれなんかマリの友情がすごい刺さるって聞いてたんですけど、まあ、今回ねうまく配置できなくて、すごいね距離離れちゃってあんまり、マリのね強いところっていうのは、今回この何かこの今のこの動画ではあんま見せれないんじゃないかなと思います。で SS もねこれ結局最初に言っちゃうんですけど、ロイゼとアルセーヌしか2本しか SS 使わないんで、まあ、マリモとかオニアコポンとか使ったら多分めちゃめちゃ楽なんだろうなっていうのを感じました。で2捨て突破して3捨てなんですけど、ここは、右下左下の魔法陣を踏ませながら、真ん中の、あれですね、何でしたっけ、パネルパネルを、レベル2に3でしたっけ、3にするとっていう動きですね。まあここは多分オニャンコポンの加速をうまく利用しながら、まあ、適当に多分角度引っ張っていくと始まるだろうなっていうことで、とりあえず先に、レベル3にしてからオニャンコポンにやってみて、でこれで一応セット処理できたかなって感じで、おそらくこれ上と下がセットなんじゃないかな。はい、でまたドーマンが3体並んでて、まあ、これも友情で倒すわけですね。でこれもアスカマリがこれブロックなんか埋まっちゃってて、これ本来ここはねレベル3にしてからアスカマリ当たると多分めちゃめちゃ削れると思うんですけど、だから今回うまく使えるってことで、ロイゼの友情ですね、弾いています。で偶数なんですよね、魔法陣の数が。これがすごいなんか嫌でっていうか、まあ、嫌らしくて、ここを戻して突破したかったんですけど、まあそんな余裕があるのかもわからないので、自分はこのまま、突破しました。はい、で、ここもてかそうですね、ここでひよこになりたくないんですよ、できるだけ。なんでこのすでにひよこじゃないキャラクターはもうほんとできるだけ2枚踏むようなムービングするといいかなと思います。で、3ステ突破ですね。はい、でやっぱ全ステージ通してなんですけど、おにゃんこっぽめちゃめちゃ強いですね。これ加速がとにかくやばくて、これやっぱもう一体いたら全然違うんだろうなって感じました。はい、で4ステですね。でここで村雨出てくるんですけど一応ねこういう感じで左側に入っちゃったんですけど、多分うまくやると、真ん中にね挟まっていくと真ん中でこうカンカンして、アビロザコ2体同時に倒すことができると思います。ここはまあアビロザコ倒すまでは横軸でいいと思います。でこれもねたまたま配置が良くて、ひよこといた状態で、はい、になることができました。
でこれあの配置がちょっと微妙な感じになっても、あの吹き飛ばしとかウィンドのおかげで、あの結構いい感じの位置でね配置してくれるんで、まあそれもやっぱ新設設計ですね。モンストさんはこういうね、あの新設設計があるんで、自分すごいこういうのがステージがすごい好きですね。はい、でこれめっちゃいいとこ出てますよね、アスカマリオ。やっぱ挟まるだけでもこれだけ、ゲージをね持っていくっていう、やっぱ貴族性の、強みがねものすごいここで出ましたね。はい、でここ神ショットなんですけど、俺左上にやっててこう反射させて、で右側にはまるっていうルートを今見て、でこんな感じでなんとはまっていくっていうこれなんか自分まさか決まると思ってなくて、狙ってはいたんですけどまさか決まると思ってなくて、すごい今これびっくりしてますこの時。はい、でやっぱ初見でもうどうしても欲しいキャラで、もう確か60周ぐらいしてやっと出て、でまあ知り合いの方はね100周してやっと出たって方もいらっしゃったんですけど、まあ自分はね、まあ運がいいのか悪いのか60周で出て、でも本当どうしてももう4日目にしてやっとですごい本当に欲しかったんで、すごい今手震えてやってます。はい、でここはあの配置が良かったんで先にあの真ん中のね、2体セットから倒しちゃったんですけど、多分これ先にやらしたいのはこの、クロスドクロのガキを先に多分倒してほしいのかなっていう感じでしたね。でこのクロスドクロを倒すと、上の、ブロックがせり上がってきます。で、これでまた、まあ、いやらしいのか何のか分かんないんですけど、これ魔法陣が下にあって、これなんで魔法陣下にあるんだろうってすごい思うんですけど、だって上ね倒したらこれ結局踏めないわけですから、これなんであるんだろうってすごい疑問だったんですけど、まあ、それはいいとして、でなんでここはまあちょっとルートが見えないっていうか、めんどくさい感じでしたね。その何でしたっけ、友情コンボロックがニャンコポンとかにしちゃうと、加速乗れなくてね、結構倒せないっていう場面が多くて、でこれおそらくこれビットの下が即死かな、多分白爆発かなんかしてると思うんですけど、あ電撃なのかな、まあその辺はどっちでもよくて、まあ多分即死なんですよね、食らってないから分かんないんですけど、はい、でまあここちょっと、手こずってますね。でまあここはあの超スピの、今回でいうとだからアルセーヌファントムモードと、アスカマリがすごいやっぱ超スピのね特権をこうすごい活かしてるなっていう、ボス前のステージでした。はい、でこれでボス1ですね。でここ自分すごい嫌だなって思って、このまずセット処理がすごいなんかいやらしくて、でこれにちょっと多分4手とかかかっちゃうと思うんですけど、まあ見ててもらえればなと思います。でこれもね、すごいあの魔法陣の配置がいやらしくて、でこの上にあるのなんだっていうねこの上にあるよりなんかちょっと半分しか出てない魔法陣なんだって話。はい、この辺でまあこの後ボスが投下して下に引き寄せられる、でさらに友情コンボロックをかけられます。なんでまあここら辺は紋章で言うと、まあ自分は友情コンボロックそんないらないかなって思ってて、まあそれだったら SS 使っあの SS 何でしたっけ、不屈の必殺をつけてあの SS チェーンを無効にさせた方がいいかなと思ったので、まあ、今回は全員つけてないですね。アスカマリだけ、多分ついてます。はい、でここセットすごい時間かかっちゃうんですよね。はい、でもここも多分結構ね今これ配置的にこれ薄めに引っ張ってるんですけど、ここでこんな感じで結構なんか隙間が空いてて、多分これ斜めとかでもいけるんじゃないかっていう感じだったんで、多分ねこの真ん中に引き寄せられてあった後にこう動き回って、ね、配置がバラバラになっちゃったとしても一応倒せるようには配置的にっていうか敵の配置的になってるのかなっていう、感じですよね。はい、で、クロスドクロこれ倒して、でこれボス自分覚醒するかと思ったら覚醒しないんですよこれ。ただ暗転してそのままっていう、だからもうここの処理で結構手こずっちゃうと多分きついんじゃないかな。で自分ここ運よくあの1手で突破できたんですよ。はい、アスカマリっていうのもあって、まあ、超スピもあるんですけど、まあ、こんな感じで引っ張って、まあ、角度もすごいねたまたま綺麗にいってこう一発で入れて、このステージはオンパンって感じですね。で多分ここもたまたまね
うまく入れたんでよかったんですけど、これ多分角度ちょっとでもずれちゃうと、入れないと思うので、あそこもね結構やっぱおにゃんこぽんの加速、まあ、何度も言うことな、何度も言ってるんですけど、おにゃんこぽんの加速がやっぱすごい大事かなと思いました。でここも魔法陣の配置がすごいやらしくて、まあ、ここはちょっとひよこの方がやりやすいかなと正直思いました。なんで前のステージでひよこにを増やしてもいいのかなと、余裕があればですけどっていう風に思いました、はい。でここはパネルが、レベル1、あでもさっきから3って言ったのはレベル2ですね。なんで、レベル1の状態からここのステージはパネルがスタートするんですけど、まあだから1回踏めばいいってことですね。はい。でここもこれ一応もうルート見えてて、まあこれでいけるっしょって思って、まあ、SS 使ってまあこのゲージ楽にね、飛ばそうっていう魂胆で引っ張ったんですけど、なんと抜けてしまうっていうこれ抜けんのってなったんですけど、でこれ一応ボスから吹き飛ばしされたあの位置で、で SS 使っルートあると思って SS 使って抜けたんで、うわそうかこれどうしようはまれないのかってなっちゃって、今これ迷ってる感じですね。でこれも結構厳しい角度なんですけど、一応狙ってみて、まあ、抜けちゃうって感じですね。やっぱあの角度だと多分結構ね抜けるんじゃないかなっていう設計になってると思います、はい。なんでいやらしいですよね、ここに配置させて抜けやすい、わざと配置にっていうよくわかんない親切設計ですね。でここはもう狙いようがないんで、はい、この横にならないように気をつけて一応引っ張ってます。でここもひよこじゃなく、ここに関してはもうひよこじゃなかったら可動打ちで直でいけたんですけど、はい、まあ、そんな言い訳はいいとして、でここは、まあ、一応ねひよこじゃない状態でっていうふうに狙ったんですけど、で左側にね弱点じゃない方はまってみようと思って狙ってみたんですけど、はい、失敗。まあでも結構ねひよこでも友情が刺さ、友情と直殴りがねアルセーヌ刺さって、意外と削れてましたね。で3ターンプルプルしてて、あ即死だという感じですね。でここはまあうまく配置が良かったので、狙っていくって感じですね。でも入れませんっていうすごい緊張してるんですよね。やっぱさプルプル見えると緊張するじゃんプルプルが見えちゃうとすごい緊張するんですよ。これにもう HP しかも結構余裕あって、でここは決めるのかな。まあここはひよこで普通に、はい、そうですね。まあだからこういううまくいくっていう場合もあるんですけど、あれが正解なのかが分かんないですね。でもただあそこにやっぱ配置されるってことは今あの狙い方で間違ってないんじゃないかなとは思います。でここもうマジ見た目からわけわかんなくて、でこれ右上にあるのは可動打ちですね。可動打ちすることで2回踏むっていうのが可能になるので、こういう感じ、これでもう2回踏めてるんで、これを利用して、引っ張っていく感じですね。でおそらくこれ上と下がループ別でループですね。これドーマンもね、これなんで真ん中にいるのか全然わかんないんですけど、まあ真ん中のドーマンはあんま気にしないで、大丈夫だと思います。でもうあとは超スピードRCMとかに任せて、まあ、ブンブン振り回していけばこういう感じで、まあ、どちらかのセット倒せるでしょう。で縦軸に引っ張るときは下の方に挟まるムービングですね。で左上に挟まりたいときはこういう斜めの角度の方がいいですね。でこれひよこで一応挟まるんですけど、はい、こんな感じで倒せました。なんでやっぱ斜めがいいかなと思いますね。左上倒すんだったら斜めがいいかなと、可動打ちで斜めですね。でここでボスが10日から溶けて出てくると。でこれもちょっと頭回ってなくてなんかよくわかんないショットしたんですけど、これは謎ショットですね。これ本当によくわかんないショット。ここは普通に、普通だったら落ち着いてひよこ状態解くで、次の周で SS 打つっていうのがセオリーですね。 HP も結構余裕あって、ろくな攻撃大きい攻撃してこないんで、でっていうのにここで今気づいて、あまだ石回せるとっていう感じでゴニョゴポひよこを解いていきます、はい。
で、これアルセーヌ SS どれだけいけんだろうと思って、これ SS 打ってみるんですよ。あのこれ弱点の位置すごい良くて、でこういう感じで、角度なんか見て狙えるんじゃねってことで、狙ってみます。これちょっと見ててください。これ面白いこと起きます。はい、ストライクショット、はい、これなんとワンパンっていうこれアルセーヌ強すぎないですか。これあの絶対アルセーヌ周回に入れた方がいいですよレベルで、自分が使っててすごい強くて、まあオニオンコポン、あの実質だって今回 SS 使ってないんで、でアスカマリも、まあ、実質そんなにあの機能してないじゃないですか。でこれでこんな感じなんで、やっぱりオニャンコポン自分は来月取りに行く予定なんですけど、まあやっぱり欲しいですね。やっぱ多ければ多いほど、もう30の極周回でもあらや周回でもすごい役に立つと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。